キンヘッドカメラのバンバシクです。お願いします。はい、こちらはですね、万栄競馬のメインレースを吉本芸人のスキンヘッドカメラが予想していきます。久しぶりですね、コンビでは。久しぶりですね。数週間ぶりでございますけども、あなた読んでます？はい。こういう万栄競馬さんの広報誌ポムレ。無料講師読んでます？いや、これをね、もうシモの動画で知りましたよ。あ、そうだね、この存在を。めちゃくちゃ面白い。いや、面白そうだった。いや、本当に。ほんでさ、シモこれ送られてきたでしょ？そうですよ。なんかさ、そのサインとかもなんかすごい送られてる。あ、松田ジョッキーのサインですか？なんか見てたら。え、いただきました。なんかそのさ、もらってるでしょ、誰か。いや、バンバ塾を通じてさ、どんどん万栄仲間の輪が広がってるじゃん。だってそういうものじゃない、バンバ塾。俺はなんか、塾一人だけだけど、僕の塾には人が増えないんだけどな。そういえばね、そう、僕も講師案会合のね、写真送ってきてもらったりとか。お前だけどんどん。あれ、北昇勝のクリアファイルがあるぞ。これかっこいいよね。あれですよ、僕の方にも送ってもいいですよ。そう、なんか送ったらダメだったのし、たまたまですから2人で頑張ってますので、ぜひぜひまたみんなで仲良くしていきましょう。はい、というわけで今回予想するのはですね、11月29日のドリームエイジカップでございます。はい、どちらからいきましょうか。どちらからでも。僕からいきますか。はい、これね、僕相当悩んだんですけど、やっぱり馬っていうのは、やっぱこういうのは予想っていうのは強い馬を選ぶというゲームじゃないですか。で、僕絞りました、1頭。公衆案会です。悩んでないよ、絶対。悩んだもん。悩みに悩んだ。公衆案会を切ろうかどうか。あんなに愛してたのに。あんなに愛してる。愛だけじゃないから。ただまだ全然いける。こんなのでもう実績の1、2を争うわけですし、まあね、重量がちょっとね、負担が一番重いのだけが心配ですけども、走りだけは間違いなく堅実なんで、この回目だけで、この副賞というところで、ちょっと勘弁いただきたい。はい、1500円いきたいと思います。高知案会で。はい。はい。じゃあ僕は、はい、3連単フォーメーションでした。嘘。僕はね、このオータムカップに出てるのが結構多いんですけど、オータムカップを3連単当てたんですよ。あら、先週ね。すごい。その時の、まず、着につけたのがメムロ・オブ・サップと俺の心、これが俺の心オータムカップ1着でメムロ・オブ・サップ2着、これをまた1着につけました。ほんで2着にはそれに甲州アウンカイを足して、甲州アウンカイやっぱり実力ありますから、これ2着につけます。で3着にはそこ3頭とミノル・シャープ、これはね、オータムカップでね、ちょっとね、ようやく復調ギアを見せた走りを見せたので、それを入れてこの3連単のフォーメーションにしました。これはちょっといい買い目ですね。800円なんかありそうですね。ちなみに前回のオータムカップはいくらになったんですか。僕は2000何部です。あ、素晴らしいですね。おめでとうございます。3連単あなたの方が今当ててますから。ここでございますよ。はい、じゃあこのね、2つの買い目参考にして頑張っていきましょう。スキンヘッドカメラでした。